おはろー、エレニオンです。みんな元気ですか？今日はね、何をしますか？ちょっと説明しますよ。私は今オランダに住んでいますね。でも1年半ぐらい東京に住んでいました。東京にはたまに ゲームセンターに行きました。でも、オランダに帰ってゲームセンターは行きませんでした。多分オランダのゲームセンターはいたことがないです。でも今日は本当にゲームセンターに行きたいですよ。だから今日初めてのオランダのゲームセンターに行きたいと思います。行きましょう。遊ぼう。ところで、私は背中が痛いので、ショルダーバッグじゃなくて、いつもリュックを使っています。最近私はこのリュックを使っています。これがガストン・ルーガのリュックです。ガストン・ルーガに使ってみるためにこのリュックを送ってもらいました。ありがとうございます。ガストン・ルーガ好きです。とてもかっこいいと思います。これが防水のカバンです。とても便利です。この財布ももらいましたね。本当にデザインが好きですよ。よく使っています。もともとガストン・オルガはスウィーデンのブランドですけど、今日本にもありますので、よかったらこのブランドを見てみてください。下にリンクがあります。ディスカウントのコードもあります。下に見てみてください。今ゲームセンターの近くにある駅に着きました。今はゲームセンター初めて行くことですけど、もう着きました。見つけました。パープルライトはゲームセンターみたいじゃないですか。行きましょう。イエーイ、楽しみ。楽しみ。ゲームセンター、オランダのゲームセンター。良さそう。すごい。ここは電車。ここはゲームセンター。とても近い。いい感じですね。私一番やってみたいゲームはビートセイバーです。 BR のビートセイバーやりたいです。フォーカスはいけない。いける。いやー、行きましょう。入りましょう。どう
与えるのがいけませんと注意されました。あのゲームを使い方はこのカードを買ってお金でチャージすることです。じゃあゲームをしましょう。実際に私はビートセイバーのためにここに来ました。でも最初のゲームでリアルのマスクはちょっとIt slid off my face. It was uncomfortable. で、ここに働いてる人を呼んで、マシンを中止しました。壊れるということでした。とても残念でした。でも今ちょっとDance Dance Revolutionをしました。楽しかったですけど難しかった。私はダンスダンスレボリューションがとても下手だと思いますよ。他のゲームもいいと思いますけど本当にビートセイバーをやりたいです。もう他のゲームセンターもアムスタルダムにありますあると思いますよ。じゃあ今度他のゲームセンターも行ってみたいです。行ってみましょう。まあここ本当に楽しいところだと思いますよ。びっくりしました。で、あんまり人が少ないと思います。思ってたより少ないです。待つ時間はないなかったです。だからビートセイバーが直してここにまた行きたいですよ。
った。おー楽しかった。VR のエリエンを殺すゲーム。楽しかった。じゃあこれから帰りましょうか。今はもう何時だっけ？今も9時半です。9時半です。2時間ぐらい遊びました。楽しかったですよ。